今年のカウントダウンライブをもってモーニング娘。ワンファイブを卒業する鞘師里子さんの写真集発売イベントが行われました。モーニング娘。に2011年に加入してから5年間メンバーとして活動してたんですけど、高校2年生の今までのこうアルバムになってて懐かしいなって思ってもらいながら見ていただくことができるんじゃないかなと思います。卒業間近となった鞘師さんにモーニング娘。ワンファイブは一体どういう存在だったのか伺ってみると、こうメンバーと喧嘩することもあるし、こうたまに嫌になっちゃう時も正直あったんですけど、でもそんな中で人としても成長させられたし、そこからこうまあ、旅立つメンバーがいる、卒業するメンバーがいるっていう意味では家族みたいだなと思いました。